はい、皆さんお疲れ様でございます。聞こえてますでしょうか。聞こえてますでしょうか。大丈夫でしょうか。大丈夫かな。もうちょっとしたら始めます。ちょうど3連休前っていうことで、もう皆さんオフですね。まあ、今日はもう本当に、お問い合わせたくさんいただいてます。ダイスのレンズについてちょっとすべて細かく説明をさせていただいて、まあご購入の参考に、ご検討いただく際の参考にしていただけたらいいかなというふうに思っております。もうちょっとしたら始めます。じゃあ、ぼちぼち始めていきたいと思います。皆さんこんばんは。たくさん見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、ずっと、シーズン前なんですけども、まあ、SNS でご案内している通りですね、本当に、たくさん雪が降る前から、お買い求めいただいたりとか、お問い合わせが多くてですね、非常に争奪戦みたいな感じに、少しなっております。で、お店の方にはですね、順次、納品の方させていただいているんですけども、それでもなかなか追いつかないというので、今社員がですね、一生懸命、組み立てて、出荷するために頑張っておりますので、もう少々お待ちいただけたらと思います。でですね、その中でですね、お問い合わせがたくさんいただいておるのが、結局どのレンズが自分に合うのみたいな、ご質問たくさんいただいております。で、やっぱりシーンに応じて、まあ、違うっていうのもありますし、それぞれレンズによってこう機能性も全然違うので、まあ、そういうところも、合わせてご説明できたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、ちょっとダラダラやりたいと思います。あとですね、ストーリーで、今日質問なんかも受け付けてますんで、受け付けてましたんで、それに対しての、アンサーもさせていただこうかなと思っております。はい、ではですね、じゃあ早速もうレンズの、紹介をいろいろしていきたいなと思っております。今、ですね、これ見えないな、ここにまあずらっといろいろ並べて、持ってきておりますけれども、これらのレンズですね、一体何がどう違うのとか、自分にとってどれがいいのみたいなところっていうのを、ご紹介していきたいなと思います。まず、はじめにですね、一番お問い合わせの多いレンズから始めたいなと思います。今画面に映っているのがですね、偏光調光ウルトラレンズという、機能性レンズ、ウルトラレンズの説明からした方がいいですね。ごめんなさい。ちゃんとね、用意してるんですよ。こちらですね、ウルトラレンズ。で、もうウルトラレンズやり出して何年経つんだろう。7、8年ぐらい経つのかな。結構経ってます。で、まあ、徐々に、お客様にも、認知していただきまして、すごい今は人気のレンズになってます。でですね、そのウルトラレンズっていうのはですね、どういう機能性があるのかっていうところなんですけども、悪天候の時に、見えやすいようにセッティングしたレンズですよっていう、一言で言うと、悪天候に強いレンズと
いうレンズになってます。でこのレンズっていうのはですね、例えば、海外ブランドさんなんかは結構、外人さんの色目に合わせてるので、レンズが濃いめで暗めでっていうのがよく多かったんですけども、ダイスのレンズっていうのはですね、非常に明るい、明るく見えるレンズになってます。でその中でですね、やっぱり日本の天候っていうのは非常に曇ったり雪が降ったり晴れたり、非常に、山の天気が変わりやすいっていうのが特徴です。でその日本の天候に合わせて、どういったレンズがいいんだろうって考えた時に、やっぱり天候が悪い時に、使えるのが一番だよねっていう話になりまして、そのようなレンズっていうのを大学の方と、共同研究しまして作ったレンズっていうのがウルトラレンズになります。で、ウルトラレンズ以外にもいろいろあるんですけれども、それのご説明をして一通りしていきたいなと思います。で続きまして、ミッドレンズ、こちらがですね、ミラーに傷がつきにくいレンズというふうに、歌っております。こちらはですね、こちらも、ウルトラレンズと同じぐらいの時期からですね、やり始めている、機能性レンズでして、通常ですと、ミラーが外側に、かかっているものを内側に入れてしまうことでミラーに傷がつかないように、しようというレンズになってます。今映っている画面に映しているものが、ミッドレンズ の機能の説明になります。ややこしいんですけども、要するに一番外側に、一番硬い層で、その間に、ミラーコーティングした層で、またドッキングで硬い層っていうので、サンドイッチする形にしてミラーに傷がつかないようにしようというふうにしているレンズになります。はい。で続きまして、こちらも、大人気の、機能になります。フォトクロミックレンズ、いわゆる超光レンズと言われるものですね。こちら何かと言いますと、紫外線によって色が変わるレンズと思っていただけたら結構です。で、こちらがですね、紫外線によって色が変わる、イコール天候によって色が変わるっていうのも、ほぼイコールなんですけれども、環境に合わせて、明るさを自動で調節しますよというのが超光レンズというものの機能です。でこちらはですね、紫外線の量が多ければ多いほどレンズが暗くなって、で、紫外線の量が少なくなると明るくなるっていう、元に戻る、環境に合わせてこうカッと、程よく調節してくれるみたいな感じのレンズになります。非常に使い勝手が良くてですね、今ダイスで、お買い求めいただいている方の多くがですね、この超光レンズっていうのをお使いいただいているというような状況になります。基礎の機能に関しましては、そのウルトラレンズ、ミッドレンズで超光レンズっていうこの3つの掛け合わせっていうのが、ございます。あとはですね、昔からありますその偏光レンズですね。偏光っていうのはですね、ブラインドみたいな感じでですね、こう細かい、目に見えないぐらいの細かい線がたくさんバーッと入っててですね、光がこうバーッと入ってくるものの、光の光量を調節することで凹凸を見やすくしようっていう、昔からある機能ですね。こちらも、引き続き人気の機能でして、こちらも入っています。今ご質問いただいているのはですね、いわゆるプレミアムアンチフォグという、曇り止めの、ご質問ですね。だいたい2年から3年で曇るなと思って買い替えてるけど、だいたいそんなもんですか？別要因ですか？レンズを洗う、曇り止めを使用するはしてます。ですね、本当にご使用環境もそうですし、逆に言うと、レンズ面にどれぐらい汚れ、汚れであるとか傷がつくかによって本当にまちまちになります。で基本的にはですね、湿気を吸って、水気を吸って、水気というか、湿気ですね、湿気を吸って、曇りを、曇らないようにするというような機能、要はスポンジが乾いて吸ってを繰り返すような感じなんで、劣化は必ずします。曇り止めの防丼面っていうのは
なんですけど、それを長続きさせようとすると、やっぱりくあの汚れないようにするっていうのも一つですし、例えば湿気たところに、置いておかなくてちゃんと乾燥させるっていうのも、長続きというか長く使っていただく秘訣にもなります。なので、やっぱご使用環境ですとか、どれぐらいその、汚れているか傷がついているかっていうのにもよるので、なかなかまちまちにはなるんですけれども、できるだけそのレンズとレンズの間が曇る状態、レンズとレンズの間が曇るっていうのはですね、どこかに、例えば、こけた時の衝撃でレンズとレンズの間に隙間ができちゃったりとか、そういうことによって隙間ができちゃうと、もう水が侵入しやすくなっちゃって、もう全然難しい、曇っちゃうみたいな状態に、なりやすいので、やっぱりレンズに隙間がない状態っていうのをキープしていただく。クラッシュするなとは言いませんけども、もしクラッシュしたら、レンズとレンズの間に隙間がないかどうかっていうのは、終わった後でもいいのでチェックしていただく。で、レンズに隙間ができてしまうと、どうしてもその間に湿気が入り込んで、そのレンズとレンズの内側が曇ってしまうっていう、現象が起こってしまいますので、そういう場合はですね、早めにチェックいただいて、やっぱりレンズの交換っていうのをしていただいた方がいいかなというふうに思います。はい。こうやって適宜質問いただけますと回答していきますんで、よろしくお願いします。でですね、じゃあ早速ですね、人気のレンズからご紹介していこうかなと思います。映ってますでしょうか。こちらがですね、今一番人気のある2年目、3年目ぐらいになりますかね。ありがとうございます。どんどん質問を受け付けてますんでよろしくお願いします。ですね、今映っていますのが、ウルトラレンズ、先ほど言った、曇りに強い、曇り悪天候に強いっていう機能のウルトラレンズっていうのと、紫外線で色が変わる調光っていうのを組み合わせたレンズになります。で、こちらはですね、このウルトラライトグレーっていう、かなりクリア系に近い色目なんですけれども、このクリア系に近い色目っていうものに対して、調光機能、紫外線で色が変わる機能っていうのをプラスしているレンズになります。ちょっと共有を解除して。こちらですね。これ、ウルトラライトグレーの調光レンズ。もう、ほぼ、わかりますかね?ほぼクリアに近いぐらいの感じですね。で、ここからですね、紫外線をバーッと当てることによって、本当に真っ黒になります。言ったらこれぐらい黒くなります。こんな感じ。違いわかりますかね?つけたらこれぐらい真っ暗なんですよ。これぐらい暗くなりますっていうのが、このウルトラライトグレーの調光レンズですね。ちょっと質問後で、これ説明終わったら、質問答えたいと思います。これがウルトラ調光、ウルトラライトグレーの調光レンズですね。ぶっちゃけこれが一番人気です。で、これが一番人気の理由っていうのがですね、紫外線でまず色が変わるっていうのもそうなんですけども、非常にその使える天候の幅が広いっていうのがあります。で、こちらがですね、透過率っていう、可視光線透過率っていう、明るさ、どれぐらい明るくて暗くてっていうのの、指標があるんですけれども、これが非常に幅広いレンズになります。値で言うと、暗い時で言うと 15%。で、最も明るい時で 55% っていう値なんですけども、この変化量っていうのが凄まじくでかいという、奇跡のレンズになっております。なので、雪が降ってる時はもちろんなんですけれども、曇りから晴れぐらいですね。ピーカーになると少し眩しく感じますけど、晴れぐらいまで。曇りから晴れぐらいですね。だと、超調子のいいレンズになります。はい。今質問いただいてるんで、お答えしようかなと思います。レンズとレンズの間に隙間がなく雪が付着したとき、曇るときがありましたが、原因と対策はありますか?この雪がついたっていうのはあれですかね?外側ですかね?内側ですかね?外側の場合ですと、やっぱり、外の温度が
急激に冷えてるとレンズが凍るっていうような現象があります。まあ、そういう場合はやっぱり溶かしていただく必要があるので、少し手で払っていただくとか、少し温度手をつけて温めていただいて、水滴状にして、まあ、払いのけてもらうっていうのがいるんですけども、もし内側に雪がついた場合っていうのはですね、まあ、水滴になって、その部分だけスポンジがこう飽和状態みたいな感じ、まあ、水滴みたいな感じに、なっちゃいます。で、水滴みたいな状態で、レンズの内側についちゃうと、吸収しきれない、スポンジ状の、レンズの内側っていうのは、あくまでも水蒸気を、たくさん吸うっていう状態なので、やっぱり水滴が、ぐじゃっとついちゃうと、そこから曇り始めるっていうことはよくあります。なので、もし水滴状、雪がついて水滴状になった場合っていうのは、いわゆるクリーナークロスと呼ばれるものとか、レンズクロスみたいなもので、まあ、レンズの内側をこう押し当てるようにして、その水滴を取ってあげてください。で、水滴を取ってあげると、そのスポンジの、その、水を吸った部分っていうのが徐々に乾いてきますので、乾いてくると、曇りっていうのは、しにくくなってきますので、レンズの内側に雪がついた場合っていうのは、セリ糸とか、レンズクロスっていうので拭いてあげるのが効果的かなと。で、外に、いろいろついて曇ってるって場合は、おそらく、レンズの、外側が凍ってる状態、中と外の温度差が非常にある状態になりますので、その、外についてる雪っていうのを取ってあげるっていうのが一つ効果があるんじゃないかなというふうに思います。で、あと地味にですね、雪が降ってる時に曇りやすい原因の一つっていうのはですね、意外とこの上のゴーグルの上のメッシュ部分に、雪が溜まってる場合っていうのがあります。で、これ雪が上に溜まるとなんで曇るのかっていうと、ゴーグルっていうのはですね、下のこのベンチレーション、この下にも、メッシュの部分があるんですけども、下から冷たい空気が入ってゴーグルの中を抜けて上に抜けていくっていう感じの、構造になってます。で、まあ、換気することで、もうその下から空気が入って上に暖かい空気が抜けるっていうような構造によって、曇りを防いでるんですけども、この抜ける部分ですね、上の部分っていうのが、雪で埋まっちゃうと下から入っても空気が抜けない状態になっちゃうんで曇りやすくなります。なので、もしレンズが曇ってきたなと思ったら、当然そのレンズの内側のそのスポンジ部分というか、吸収する部分というのが飽和しているのもありますし、上ですねが雪が積もってないかというのも確認してあげるのも一個、手かなと思いますので、チェックしてあげてください。はい。じゃあ続いて、別のレンズ、さっきのウルトラ超光、ウルトラライトグレー×超光レンズの説明は大丈夫ですかね。非常に人気のレンズでして、これが一番最初にメーカー在庫がゼロになってる商品になります。なのでですね、ショップ様で見かけられましたら、結構、あまり市場には数がないと思っていただいて、ご検討を急がれた方がいいレンズのうちの一つです。めちゃくちゃ分かりやすかったです。ありがとうございます。その説明聞きたい。このウルトラライトグレーの調光ですかね。こちらはですね、もう一回説明しますと、もともとまあ曇りに強いウルトラっていう機能と紫外線で色が変わる調光っていうのを組み合わせたレンズになります。で、このレンズ、まあ、ほぼ透明なんですけども、これ紫外線が当たりますと、これぐらい黒くなります。結構これ黒いです。これぐらい黒くなります。で、このレンズが、人気の理由っていうのがですね、天候の幅が非常に使える天候の幅が広いっていうところですね。雪が降ってる時、プラスまあナイターでも全然使えます。ナイターでも使えます。雪が降ってる時も使えます。で、晴れに関しては、まあ、ピーカンになるとちょっと眩しいんですけど、本当に晴れぐらいから薄曇り全然使えます。で、これが天候の幅が一番、広いので一番人気というようなレンズになっております。じゃあちょっとざーっといきます。またわからないこととか、これ説明してみたいなのあったら随時答えていきますんで、よろしくお願いします。じゃあ次は、よいしょ、
こちらのレンズですね。こちらのレンズはですね、偏光レンズ、ブラインドみたいな形の、機能で紫外線、光を遮って、凹凸を見やすくするっていう、偏光機能と、紫外線で色が変わる調光機能っていうのをプラスしているレンズになります。偏光調光レンズと言われるレンズです。かなりですね、ニッチな、商材でございます。今見えますかね。こんなギラギラの感じのレンズになります。まあ、つけますとですね、こんな感じでございます。もうほぼミラーでギラギラでっていう、結構ね、暗いレンズになります。で、先ほどもご説明しましたけれども、紫外線で色が変わる調光機能っていうのはですね、紫外線によって色が変わりますので、ここからさらに濃くなると思っていただいた方がいいかなと思います。で、もともとですね、偏光レンズっていうのをプラスで入ってるんですけど、その偏光機能っていうのも、割と透過率というか、明るさでいうと結構暗めのレンズになります。なので、偏光と調光をプラスしてるので、紫外線が当たった時はめちゃめちゃ黒くなります。ただですね、ピーカンの時、これ抜群に見やすいので、結構ですね、まあシーズンの序盤ですね、晴れの日が多い日なんかっていうのは非常にいいかなと。あと春先ですね。春先抜群にいいんじゃないでしょうか。パークで一日中遊びますみたいな時は、これ最高だと思います。偏光機能、ブラインドみたいな形で紫外線を遮りながら凹凸を見やすくする偏光機能と、紫外線で色が変わる調光機能っていうのがプラスしたのが、偏光調光レンズですね、になります。こちらも非常に人気のレンズで、昨シーズン、違うか、今シーズンからのニューレンズになります。おすすめでございます。ちょっとバシバシ行きながら、またわからないやつとか、聞き逃したよみたいなやつ、またご説明しますんで、言ってください。はい、続きまして、こちらはですね、先ほど言いました、ブラインドみたいな形で火を遮って凹凸を見やすくする偏光機能と、こちらは、悪天候に強い、ウルトラレンズをプラスしたレンズになります。なんで、偏光ウルトラと言ってますね。偏光レンズとウルトラレンズが、ミックスされたレンズになります。ご存知というか、ずっとフォローしていただいている方で、よくライブ配信見ていただいている方は、タモレンズっていう名前で言われている、このブラックミラーレンズっていうやつですね。非常に、暗く見えます、これ、見た目。で、かけてもこれぐらい暗いです。なんですけど、中から覗くと、実はめちゃめちゃ明るいっていう、ちょっと謎なレンズです。めっちゃ明るくないですか？でも、外から見ると、目見えにくいんですよ。すごく。これすごくないですか？黒いレンズです。なので、なんだろう、機能性も抜群に、こう変光機能がついてるのと、ウルトラがついてるので、コントラストもバキッと出る挙句、めちゃかっこいいっていうレンズです。これタモレンズ一押し、タモさんを一押しのレンズになります。めちゃめちゃかっこよくないですか、この黒。こんな感じのレンズになってございます。で、続きまして、どんどんいきます。で、次がですね、こちら。紫外線で色が変わる調光機能。で、レンズに傷がつきにくい、ミッドレンズっていうのを組み合わせた、ミッド調光と呼んでます。ミッド調光という、レンズになります。こちらがですね、こちらが、この2つになります。赤系の、ミッド調光のレンズと、ブルー系のミッド調光レンズ。で、これ、色が2パターンあるんですけれども、それぞれですね、まあ、
ほぼほぼ近い透過率にはなるんですけれども、見え方の部分、色目の部分が少し違うと思っていただけたらいいかなと思います。で、基本的にはですね、調光機能が入ってますので、紫外線でバーッと色が変わりますので、今かなり明るく見えると思うんですけれども、これ紫外線が当たるとかなり暗くなりますので、ということはですね、またこれも、調光機能のいいところで、使える天候の幅が非常に広いというのがこれの売りになります。で、なおかつ、ミラーに傷がつきにくいっていう機能も、ありますので、例えば、明暗が切り替わるようなツリーランとかですね、で、そういう時に非常に効果があります。傷もつかないし、明るさが、コントラストを抑えて明るさがこうしっかり見えるって、明るく見える。で、まあ、紫外線が当たると暗くなるっていうような機能がありますので、ツリーランなんかに非常におすすめかなと思います。こんな感じのレンズでございます。付けさせていただきますとこんな感じです。まあちょっと今室内なのでギラギラで目見えにくくなってますけども、紫外線が当たってない状態だと目は結構見えると思っていただいたらいいかなと思います。こんな感じでございます。これ赤ですね。で、それぞれですね、ブルーも赤もですね、天候の幅で言うとですね、ウルトラ超光にまあ割と近いんですけれども、まあやっぱ降雪のタイミングですね、ちょっと雪が降って暗いなと思うシーンから、薄曇りぐらいまでは非常に見やすいレンズになってございます。なのでこちらも非常に天候が広く使えますし、これブルーだったら結構目見えますね今ね。これだから紫外線に当たってないとこんな感じっていう感じですね。なので、天候が暗い時っていうのはこれぐらい、目が見えるぐらい明るくなるというようなレンズでございます。はい、どんどんいきます。よいしょ。で、続きましてこちらでございます。先ほど、ご説明した、傷がつかないミッドレンズっていうのと、ブラインドみたいに紫外線や光を遮って凹凸を見やすくする偏光機能っていうのが、ダブルで入ってるというのがこちらのレンズでございます。ミッド偏光っていうレンズですね。こちらがですね、よいしょ、こちらがこんなレンズになってございます。めっちゃかっこいいですね。赤ブルーって感じです。ミッドレッド、ミッドブルーの2色でございます。で、これはですね、先ほども、ご説明した通りですね、偏光機能っていうのは少し、暗くなりがちなんですけれども、暗くなってしまいまして、それにミッドをプラスしているので、まあ、これぐらいちょっと濃くなっております。で、濃くなってますので、どちらかというと、晴れてる時向けで、まあ、どうですかね、曇りぐらいまでだったら全然使えるかなと思います。どんな感じかつけてみます。で、実際ですね、曇りの時も見えないわけではなくて、暗さを感じるんですけども、偏光機能によっては凹凸が見えるので、実はまあ暗いんですけども凹凸は見えるみたいな状態で割と使えます。こんな感じでございます。で、ミッドの特徴なんですけども、傷がつかないっていうのもあるんですけども、偏光機能がありますので、なんて言うんだろう、まあ凹凸が、見やすいというのもあるし、ミッドっていう、あ、違う、ミッドですね。ミッドの機能の説明しようと思ったんだよ。ミッドはですね、この色があんまり、色じゃないわ、傷がつかないっていうのに加えてですね、端から端まで色があんまり変わんないっていうのが結構特徴ですね。めっちゃ綺麗なミラーです。これミッドレンズの結構特徴です。なので結構ね、普通のミラーだと横に行くとちょっと色が違うみたいなよくあるんですけども、ミッドは全部均一に見えますので、どこも視界色は、一緒のような色目になります。結構これ大事ですね。気持ち悪くないっていう。で、ブルーの方が、ブルーの方がこんな感じですね。まあかなり濃く見えるんですけど、本当にさっきも言ったみたいに曇りの
状態でも変更機能が効くと、凹凸が見えるので割と見やすく使いやすいレンズじゃないかなと思います。こちらがミッドブルーですね。続きまして最後3つ目です。あ、5つ目かな、こちらがですね、変更レンズ、光を遮って、光をの取り入れる量を、コントロールすることで凹凸を見やすくするという変更機能の、レンズになります。変更にそれにミラーがかかっているレンズになります。こちらも変更レンズと俗に言われる変更ミラーレンズですねと言われるレンズになります。こちらがその変更ミラーレンズですね。こんな感じの見た目になってます。でですね、このレンズですね、もう本当に長い、かなり長い間販売している、一番今ご紹介した中では一番ダイスで長く売ってるレンズではないでしょうか。変更ピンクと言われるレンズですね。でこちらがですね、なぜまあ長く売られてて今でも愛されているのかと言いますとですね、こちらもまあ天候、使える天候の幅が非常に広いっていうのがあります。これまあ結構変更レンズなんですけども意外と明るめのレンズになってます。なのでですね、天候の幅で言うとまあ晴天になると少し、眩しいかなっていうのはあるんですけども、まあ、晴れぐらいまでですね。で、そうですね、曇りぐらいだったら全然見えるので、まあ、晴れから曇り、雪降る手前ぐらいまでの明るさですと、割と見やすいんじゃないかなと思います。で、結構もう、雪が降ってガーッと真っ暗になって、ガスってきちゃうみたいになると、変更機能がちょっと効かなくなっちゃう。変更機能というのはですね、光を取り込んで初めて凹凸が見やすくなるので、光の量が少なくなると変更機能ってちょっと効果を薄くなっちゃうので、曇る手前ぐらい、まあ、ちょっと難しいですけど、晴れたり曇ったりぐらいの時ですねとか、まあ、雲が少しかかったぐらい、薄曇りぐらいまでなら、見やすいレンズだと思っていただけたらいいかなと。ただこれかなり万能なレンズで、お値段的にもですね、一番リーズナブルなのかな、先ほどからご説明している中では。なのでそういう意味では今でも全然人気のある、現役バリバリのレンズでございます。つけるとこんな感じでございます。はい、以上がですね、一応レンズのご説明になります。でですね、非常に、まあ、結局どのタイミングの時に、どのレンズ使ったらええねんっていう話なんですけれども、これちょっとちっちゃくて見にくくて申し訳ないんですけども、カタログの、ウェブカタログをホームページに載せてるんですけども、そのウェブカタログの中にですね、こういうチャートをご用意しています。一番上に変更兆候で、まあ、次変更、ウルトラとか言っていろいろ項目に分けてですね、どの天候で何が使いやすいっていうのも、全部ご説明させていただいております。ですね、カタログへのジャンプの仕方はですね、インスタグラムで言いますと、プロフィール欄のところに、リンクを貼っております。で、こちらから中入っていただきますと、一番上のところにですね、カタログのマークのアイコンがあります。カタログはこちらみたいな感じで載っております。なので、そちらから飛んでいただきますと、デジタルカタログ、携帯でも全然見れます。ちょっとちっちゃいですけど、携帯で全然見れます。っていうカタログに飛べますんで、今表示されている URL というか、リンクのところからですね、カタログ飛んでいただいて、デジタルカタログチェックしていただきますと、先ほどのチャートがご覧いただけます。これですね、レンズチャートで、インスタグラムですでもですね、ちょいちょい、このチャート、投稿で載せております。ちょっと掘り返していただくと、いくつか前の投稿にあるはずなので、それをチェックしていただいてもいいですし、先ほどのプロフィール欄のところから、リンク踏んでいただきますと、カタログの、デジタルカタログに飛べますので、そちらからこのチャートをチェックしていただけたら、今ご説明しました、レンズのチャートっていうのが出てます。で、これ晴れの時、薄曇り、晴れのち曇りみたいな感じですね。
晴れ時々曇りで曇り雪で雪の部分というのは、ナイターも含んでいると考えていただいて結構です。でそこに最適な、レンズっていうのはこの、この天候の時に使いやすいよみたいなのをチャートにして載せております。ぜひチェックしてみてください。でカタログはですね普通に、毎年めちゃめちゃ凝って、ライダーと協力してかっこいいものを作ってます。これも白馬ですけども、中にはですね、写真もいろいろ使ってます。まあこういうかっこいいショットもありつつライダーさんのよいしょかっこいいショットなんかもいろいろと載せてます。ぜひあのカタログチェックしてください。あのご購入終わった方もあのカタログだけチェックしてもらっても全然読み応えのある見応えのある感じだと思います。はい、カタログをぜひチェックしてみてください。でですね、ここでですね、質問で、もらってるもののご説明というか回答をさせていただこうかななんていうふうに思っております。2ついただいております。ありがとうございます。で、ご質問にいただいているまず1つ目がですね、スワンズと、フレームの規格は全モデル共通ですかっていう、ご質問いただいているんですけども、実は共通なモデルっていうのがこのバンクというモデルですね。この開閉あのこの横の、バーを上げていただくとこのレンズが開放するというこのモデルだけスワンズと共通になっております。その他モデルは全て完全オリジナルとなっております。はい。でですね、もう一ついただいておりますのがヘルメットの特徴をそれぞれ教えていただきたいということでご質問いただいております。で、こちらのご質問なんですけどもこちら今見ていただけますでしょうか。ですね、ヘルメットはですね今、ダイスでは4種類、あります。で4種類ある中でですね D5、D6、D7、D8 という新しい D8 というモデルも含めて4モデルあります。でですね、基本的に、ヘルメットを選ぶ際っていうのは、軽量のものを選びたいか、ハードシェルという形で、硬い外が硬くて、安全性の高いもののどちらを選ぶかというような話になります。で、軽量のモデルっていうのはあの安全ではないという意味ではないんですけども、軽量性を求めると、外がですね、少し柔らかい素材のものになります。なので、単純に傷がつきやすいっていう、問題があります。なのでですねヘルメットというのは結構傷がついちゃうと、なかなか使い物にならないみたいなところがありまして、例えば、あんまり良くないですけど例えば衝突してしまったとか、まあ、あんまりないですけど車でボトンと落として、大きくへこんでしまうとかそういうことがあった時にヘルメットっていうのはその、傷によって亀裂が生じたりすることがあるので、ヘルメットとしてはあまり機能しない、おすすめもご使用をあまり続けるのがよろしくないという状態になってしまいます。でそういうふうに傷がつきやすいモデルっていうのは、割とそのソフトシェルのモデルが多いかなと思います。でですね、大豆で言うとソフトシェルのヘルメットで言うと、D6 と D8 新しい D8 というモデルが、そのソフトシェルのモデルになります。ただですねそのへこみやすいっていうわけで言いたいわけではなくて、そういう選択肢になると軽量っていう逆に言うとメリットも出てきますので、使い勝手のよく、軽いヘルメットをかぶりたいよっていう方っていうのは、D6、D8 おすすめかなと思います。でですね、逆にハードシェルのモデル、非常に高質ので安全性が高いような、ヘルメットっていうのもございます。こちらがですね D5 と、D7 になります。で D5 と D7 はですね、ハードシェルタイプというタイプになります。でこちらはですね、外がこうカチカチって硬い反面ですね、少し、重くなってしまいます。なので重量を取ると、ソフトシェルタイプのものの方がいいですし、
ハードシェルみたいにこう安全、安心安全っていうのを求める方っていうのはハードシェルの方がいいかなと思います。ただですね、先ほどからもまあご説明している通り、ソフトシェルが安全性が低いっていうわけではなくて、1回の衝撃に対して、効果を発揮します。ただですね、何回も何回も、衝撃に耐えうるような、シェルではない、まあ柔らかいので、シェルではないので、そういうところでどちらを選ぶかっていうのを選択していただけたらいいかなと思います。説明になりましたかね？わかりましたかね？一応そんな感じになっております。ヘルメットの違いっていうのは、以上になります。でですね、今のご説明、今の質問で一応以上にはなるんですけれども、何かご質問ありますかね？今いろいろレンズの説明をバーッとしていったんですけれども、例えばこのレンズの機能は、何ですかとか、例えば天候この時どのレンズがいいですかとか、質問あれば、いろいろお答えしようかなと思うんですけども、今日実はですね、一人で今日やってまして、いつもガヤとか後輩の子がいるので、まあそのことの会話の中でまあいろいろご説明するっていうのもよくしてるんですけども、ちょっと今日いないので、ちょっと間が持たないので質問いただけると非常に助かるんですけども、何もなければこのまま終わろうと思うんですけども、ちょっとじゃあ軽くおさらいだけしておきますね。天候で言いますと、全天候オールラウンドで使いたいよっていう方は超光レンズおすすめです。特におすすめなのがこの、ウルトラレンズ、悪天候で見やすいウルトラレンズっていう機能と、紫外線で色が変わる超光レンズっていうのを、加えたミックスしたレンズ、ウルトラ超光レンズですね。これが一番おすすめです。でこちらはですね、もう早々にメーカー在庫が枯渇しまして、もうあとは、ショップ様で並ぶもののみというような形になっておりますので、見かけられた方っていうのは、まあ、希少生物ではないですけども、見かけられた方は、まあ、早めにご検討いただくのがいいかなと思います。あ、質問、ありがとうございます。質問いただきました。換気がいいのは、どのヘルメットでしょうか。換気がいいのは、そうですね、いろいろありま、すべて換気に関してはこだわって作ってはいるんですけども、エアフロー、まあ、空気の流れですね、ヘルメットの方にもこう中に入って、暖かい空気を外に逃がすみたいな機能性っていうのも、入れてるんですけれども、それが、あるのが、D8、新しいヘルメットになります。でそちらはそのゴーグルから出る熱っていうのも、ここの上の部分ですねに穴が開いてて、それがこう中を通って、排気されるみたいなイメージですねがありますので、 D8 一番おすすめかなというふうに思います。バンクを愛用しています、ありがとうございます。すでにウルトラ超光のそれ購入しました、ありがとうございます。やっぱりウルトラ超光なかなかシーン的にいろいろ幅広く使えていいですし、バンクと組み合わせると、まあやっぱストレスないですよね。僕もうこれ以外ちょっとあんまり使いにくくなってきてます。僕が使うことがあるとすると、やっぱり晴れてる時は偏光の方がいいので、こういうブラック系の偏光レンズとか、こういう、ミッドレンズの偏光ですね、偏光レンズっていうのがおすすめかなと思います。やっぱりバキッと見えたり眩しくない方がいいっていう日も当然ありますので、そういう日はやっぱり偏光レンズというのはかなり使いやすいですね。で僕はこのニュートラルに、非常にニュートラルに見えるこの色目ですね、この色目っていうのがすごくいいかなと思っております。で質問いろいろありがとうございます。ウルトラ超光のレンズのむしろ弱点、そうですね、まあ、弱点と言えるかどうかちょっとわかんないんですけども、先ほど言いましたようにですね、偏光レンズとかの方が逆に言うと凹凸って見やすいですよね、機能的に
なんですけども、そういう意味で考えると、凹凸がバキッと見えるかって言われると結構ナチュラル気味なんですよね。っていうのがですね、どちらかというとこれ、曇ってる時に見やすくしようとすると透過率っていうそのレンズの明るさを上げなきゃいけないんですよね。でレンズの明るさを上げると必然的にちょっとその凹凸が見えにくくなるっていう傾向がどうしてもあるので、バキッと凹凸が見えるわけではないっていうのが一つ、まあ弱点といえば弱点かなと思います。ただやっぱりメリットの方が大きいですね。やっぱり幅広い天候で使える、ナイターでも使える、やっぱり一日通してレンズの交換が必要ないっていうこのストレスレスな感じっていうのは相当メリットあるなと思います。なのでもしこれをご購入されているようであれば、ちょっと沼かなと思います。はい。で、もう一つ質問いただいております。バンク愛用しています。雪が降っている時に、換気のためにレンズを開けると雪が降ってきてしまう、雪が入ってしまいます。ありますね。降雪時の換気でいい方法や裏技はありますか？ですね、僕よくやる裏技っていうのはですね、そうですね、つば付きのキャップもしくはヘルメットをつばにして、雪が入らないようにして使うっていうのも一個手かなと思います。まあ基本的に僕はビーニーをかぶるんで、おっしゃる通り雪が降ってる状態だと結構入ってきやすいんですけども、前つば付きの、ビーニーであるとか、あとキャップですね、こういうキャップ系のものだと、物理的に雪が入りにくくなる。でプラスそれと同じ効果でいうとヘルメットなんかもそうなんですけども、そういったものを使って、まあ中の空気の流れを変えたりするっていうのは一つあります。あとはですね、まあこれはもう非常にアナログなやり方ですけども、A ブローを使わずに少しだけ下を開けてあげて、冷たい空気を中に入れてあげるっていうのを、リフトを乗ってる時に、もしバーッと雪が降ってくる状態で、ゴンドラじゃない時なんかは、下から空気を入れてやるような感じのことを少ししてやったりもしますね。あとはそうですね、僕やっぱ雪降ってる時は割とつば付きのビーニーかぶったりすることは割とありますね。そうするとA ブロー割と使いやすいんで。あとはそうですね、本当にもうゴンドラのに乗るっていうのも一つ手ですし、まあゴンドラがない場合はなかなかね難しいので、やっぱりつば付きのものに頼るっていうのは一つありかなっていうのは個人的には思います。はい。でもう一つ質問ですね。ミットの変更レンズだけ購入して付け替えも可能ですか？今期レンズ買わなくても来年とかでも買えますか？ですね、レンズの付け替えは、可能ですね。互換性があります。バンクの場合、レンズ交換ができないモデルはないんですけども、やりにくいモデルと、レンズ、そもそもミッドレンズがやってないっていう意味で言うと、モデルで言うと、ショーダウンっていうモデルと、ジャックポットっていうモデルは、ミッドレンズを採用していないので、ミッドレンズを変えたい方は、バンクもしくはハイローラーという2モデルですね。で、ご購入をお勧めします。で、レンズの交換というのはバンクも、ハイローラーもできますので、レンズを交換することは全然可能です。で、今期買わなくても来年とかでも買えますかについては、来年のラインナップの構成によるので、何とも言えないんですけども、ミットは、人気の商品ですので、ある確率は高い。というようなお話になります。なので、まあ、今期買わなくても大丈夫か 100% 大丈夫とは言い切れませんが、買える可能性は高いと思います。すいません、意地悪言うつもりはないんですけども、そんな感じの言い方になってしまいます。
曇り止めって塗ったりしてますか？注意点とかありますか？スワンズ、別ブランドのスワンズの方でもそうなんですけども、山本光学からですね、スワンズダイス用に、曇り止めの撥水スプレー、あ、撥水じゃない、曇り止めスプレーっていうのも売っています。で、そちらはですね、内側に、曇り止めの加工のスプレーを塗るようなタイプなんですけれども、これは全然あります。でですね、曇り止めを塗ったから100%曇らないかというと、そうではないんですけれども、一時的な、曇りを抑制するという意味では、非常に効果のある、ものになります。で、1日持つかっていう話になると、僕は1日使った感じ持ってるなという感じはするんですけども、例えば、クラッシュして雪が中についちゃって、それがベロッと剥がれちゃうとかになると、曇り止め液っていうのはもう表面に付着してるだけなんですね。もともと、このゴーグルには曇り止めついてるんですけども、後塗りタイプですね。板でもね、後塗りの生塗りとかありますけど、それと同じような感じで、一回滑走するとああいうのってなくなっちゃったりすると思うんですけど、それと同じように曇り止めのスプレーっていうのも、まあ、割と使い切りと思っていただけたらいいので、まあ、一日、持ったらいいかなっていう感じです。で、雪がついちゃって、中についちゃって、で、払い落としてまた使うっていう時には、その雪に混じってその撥水スプレーも落ちちゃう可能性があるので、そういう場合はまた塗り直してもらわないと、難しいですね。で、つばつきをかぶっちゃうと、せっかくの D8 とかの換気機能を損ないませんか？先ほどつばつきのビーニーをかぶるって言ったのは、ヘルメットをかぶらない時の話ですね。なので、ヘルメットをかぶる時っていうのは、僕はバラクラバだけでかぶったりするんですけど、その換気機能、エイブローシステムに雪が入らない、少しでも雪が入らないようにするために、つば付きのヘルメットとかを、かぶったりするっていうのはあると思うんですけども、そういう場合っていうのは雪が入りにくくなるよっていうご説明なので、つば付きのビーニーと、D8 を、併用するっていうのは、おっしゃる通り、換気機能を損ないますので、やめた方がいいかなと思います。で、D8 のヘルメットをかぶって、エイブロー、このバンクと、併用して何がいいかというと、この、中から暖かい空気が外に逃げる、その外に逃げる空気っていうのをヘルメットの中を通して、排気することができるっていう意味で相性がいいというような感じのご説明になります。すいません、ちょっとわかりにくい説明で申し訳ありませんでした。なんで、つば付きのヘルメットと D8 が相性いいというよりは、つば付きのキャップと D8 のヘルメットが、相性がいいという意味ではなくて、つば付きのビーニーっていうのは、この、雪が降ってる時にエイブローシステムをどうやって使うか、裏技ないですかっていうご質問に対してのアンサーでした。すいません。っていう感じですかね。いろいろご質問もいただきましたんで。あ、やむやむさん、こんばんは。ありがとうございます。かれこれもう1時間ぐらいやっておりますので、ちょっと遅刻すぎますね。ちょっと飲みの日程がまだちょっと決まってないので、また飲みに行きましょう。はい。今日はこんな感じでどうでしょう。レンズのご説明もさせていただいたんですけども、皆さんご理解いただけましたでしょうか。でですね、レンズのですね、まあ、詳しいご説明っていうのはですね、こういう形でチャートに、見えますかね。今、チャートになっております。で、このチャートを見ていただきますと、どのレンズのに、どの天候で使いやすいかみたいなのが、一目瞭然で分かるようになっています。で、こちらの、表っていうのはカタログに載ってるんですけども、そのカタログにはですね、よいしょ、こういう感じですね。インスタグラムのプロフィール欄の方に行っていただきますと、リンク先を、作っています。で、こちらのリンク先からですね、飛んでいただきますと、カタログに飛べます。デジタルカタログにすぐ飛べます。
なので、このカタログ、見ていただきますと、カタログの2ページ目 ?3 ページ目 ?2 ページ目かなに、先ほどの、レンズのチャートが載っております。なので、このレンズ、どの時に使えるのみたいな説明というのは一発でわかります。であったりとか、で、もう一枚めくっていただくとですね、それぞれの先ほどご説明した、ちょっと共有切りますね。先ほどご説明したレンズの、機能説明っていうのが、これ、載ってます。こんな感じで、全部、載ってます。こんな、機能があるよ、みたいな、なんか網羅的に全部載ってます。で、下にはですね、そのそれぞれの機能ですね、ウルトラレンズ、超光レンズ、で、ミッドレンズ、で、プレミアムアンチョークという曇り止めですね、とか全部載ってます。で、これらを総合して見ていただいて、で、前のページにあります、このレンズチャートですね。こちらの方でレンズを確認していただくと、どの時に、どの天候の時に、どれ使ったらいいのっていうのが分かりやすいかなと思いますんで、ぜひチェックしていただけたらと思います。ヘルメットのサイズ。こちらがですね、ヘルメットのサイズがスミスだと M が D8 だと同サイズは L なんですが、L がいいですか?そうですね、もうヘルメットに関して言うと、やっぱり安全性の問題であるとか、中に B2 を被るとか、バラクラバを被るとか、そういったことによっても全然、サイズ感とかフィット感が変わってきちゃいますので、やっぱり被っていただいて、見ていただくというのがベストかなと思います。で、ヘルメットに関してはですね、雪が降る前ぐらいには、お取り扱い様先のショップ様で、にお届けできるかなと思いますので、雪が降るタイミングちょっと前に、見ていただければいいかなと思います。ですね、そのスミスさんの M とうちの L というのはまた互換性がちょっとなかなかサイズはあるわけではないので、特に、ダイスの場合はですね、日本人に合うように設計しているので、頭の形が割と違ったりするんですよね。ヘルメットの中の形が。なので、本当に被っていただいて見ていただくっていうのがよろしいかなと思います。はい。で、もう一度改めてになりますけれども、レンズご確認いただくにはですね、こういうレンズの、チャートっていうのをご用意しております。どの天候の時にどのレンズがいいかっていうのが一目瞭然で分かるようになっております。で、こちらのチャートをどうやって見たらいいのっていうことなんですけども、こちらに関しては、インスタグラムのプロフィール欄のところからですね、リンク先貼っております。で、リンク先を飛んでいただきますと、こちらのカタログの方に、デジタルカタログの方に飛べます。で、こちらのデジタルカタログの2ページ目のところに先ほどのチャートがございます。なので、どのレンズがどの時にいいかっていうのを確認いただくには、このプロフィール欄のところからですね、飛んでいただいてデジタルカタログに入っていただくというのがよろしいかなと思います。はい。こんな感じですね。はい。またご質問ですね。レンズの中に雪が入り、レンズが湿ってギラギラしているときは、水分を除去し、乾燥させるでよかったでしょうか?パーフェクトございます。基本的にですね、雪がついた、水滴が中についたっていうのは、やはり乾燥させないとなかなか復帰しません。で、雪がついたり、水滴がついたところっていうのをそのままにしておきますと、水がついたところからどうしても、曇りっていうのが発生してしまいますので、できるだけその曇りっていうのを除去しようとすると、その水滴を除去するっていう、水分を除去する必要があります。で、水分を除去するためには、一つ、まあ、応急処置的なもので言う、例えば、山頂、まだ山頂の方で、クラッシュして雪がついちゃって、でも雪降ってるからゴーグルつけなきゃいけないけど、前見えないみたいな時っていうのは、やっぱ雪を払いのけてもらって、セリート、メガネ拭きみたいなもので、軽く、押し当ててですね、レンズの内側に軽く押し当てて、水分を取っていただきたいという感じです。で、絶対にやってはダメなのがですね、レンズの内側を、例えばグローブみたいなもので、こそぎ取るような方法ですね。それ一番 NG です。で、なんでか、まあ僕も
やっちゃいがちなんですけど、このレンズの内側をこう払いのけるような感じですね。これあんまりよろしくありません。で、なんでかっていうとですね、レンズの内側っていうのはですね、この、曇り止めの加工が施してあるんですけども、非常に、繊細なものになります。で、水で洗うぐらいの、で、腹で、指の腹で撫でて、ゴミを落とすぐらいは全然傷がつかないんですけれども、こうグローブでバーってやっちゃうと傷がついたりする可能性があります。で、水がついた表面っていうのは、スポンジに水がこう吸収しているような状態とほぼイコールなので、傷がめちゃめちゃつきやすい状態になります。なので、特に水がついている、雪がついた状態でグローブでバーッと払いのけたり、ゴシゴシやるっていうのはもう絶対に NG なのでやめてください。それしちゃうと、曇り止めのコーティングっていうのが剥がれちゃって、そこから曇りが発生しやすくなって、レンズを交換しないともう曇りでどうにもならないみたいな。で、曇ったよっていうので、うちに修理依頼みたいなとかお問い合わせいただくことが多いんですけども、その場合でほぼほぼ多いっていうのが、やっぱこの曇り、レンズが曇るようになりました。で、特に、手で払いのけたりして傷がついた。もしくは、あまり洗浄せずに水、レンズの内側が汚れが溜まって、曇り止めの効果がなかなか発揮されないっていうことが よくあります。なので、まあ、これメンテナンスにも、メンテナンスの方にもなるんですけども、流水、水道水ですね、バーッと当ててもらいながら指の腹で、払いのけるように、汚れっていうのを取っていただくっていうのが一つ、レンズの洗浄っていうのは大事になります。で、それをしていただきますと、ゴミが付着している状態よりもですね、格段に曇り止め性能っていうのは復活します。なので、曇ってきたなって思ったら、まずこうレンズを交換するんではなくて、まずは洗浄やってみてください。クリーニングやってみてください。すると曇り止めが復活するっていう場合、結構あります。で、レンズ結構高いものなので、大事に扱ってください。で、水がついたら、可能な限り早く、乾燥させてあげることで、レンズの曇り止め性能っていうのも、長続きしますんで、まあ、メンテナンスというところにも気にかけてやっていただけるといいかなと思います。はい。以上がご説明、レンズのご説明になります。で、今いろいろご覧になっていただいている方のために、もう一度おさらいです。で、レンズの、今まで、今日ご説明した内容っていうのをですね、ご覧いただくのにカタログにチャートを設けておりますんで、そのチャートをご覧いただくためにはですね、このプロフィール欄、インスタグラムのプロフィール欄の方からですね、アクセスしていただいて、デジタルカタログですね、に飛んでいただきますと、そちらのデジタルカタログの中でですね、こういうチャート、どの天候の時に、このレンズを使いやすいかみたいな表にしたものがあるんですけど、こちらは先ほどのリンクの中のカタログを見ていただきますと出てきます。なので、プロフィール欄のところから、リンク飛んでいただいて、チェックいただければいいかなと思います。以上、一応こんな感じでご説明、させていただきました。またまあ機会を設けて、レンズのご説明したいなと思うんですけども、結構今シーズン前なんですけども、ゴーグル、納品されたらすぐなくなっちゃうみたいな状態が、ちょっと続いておりますので、早めにレンズのご紹介をさせていただきました。でですね、まあ10月、11月にかけて、いろいろ、ゴーグルが、お店さんの方に入荷されると思いますので、その際はですね、できるだけ早めに、自分のゴーグル、まあこれがいいなっていうのがもし、あればですね、もう早めにチェックいただいて、早めにご検討いただけるとありがたいかなと思います。はい、まだご質問いただきましてありがとうございます。ダイス、バンクですね、レンズをポップアップした状態で滑走はおすすめされてないみたいですが、こけた時に壊れやすいからですか？そうですね、壊れやすいっていうことと、まあ、怪我をする可能性があるということですね。レンズがまあ外れないような、外れにくいような構造にはなってるんですけども、レンズが外れた場合、中に、レンズが、刺さるような感じになると、当然目にも刺さりますので、非常に危険なので、開けて滑るということは絶対にやめていただきたいと思います。
やっぱりそういう方たまに、お聞きするんですけども、涼しいし、気持ちいいのもよくわかるんですけども、非常に危険です。で、保証は全然できませんので、やはり、開けた状態では推奨しておりますので、必ず閉めて、着用いただきたい、で滑走していただきたいなというふうに思います。はい、以上、今日はじゃあこれで、終わりたいなと思います。またちょっと時間を見て、こういうふうにレンズの機能説明であるとかですね、ゴーグルの説明なんかさせていただけたらと思いますんで、引き続き、インスタグラムのアカウントの方、チェックよろしくお願いいたします。では今日はありがとうございました。失礼します。